早速ですが、今回は日本が新開発しているある特殊な素材を詳しく見ていきます。最新鋭戦闘機開発に使用される技術を日本は開発しています。窒化ガリウム技術は現在多くの電子部品に投入されてきています。身近なところでスマホの充電器でしょうか。結構窒化ガリウムが採用されている充電器は高速充電できます。発熱を抑える効果があるので、それだけ出力を解放できるんでしょうね。では見ていきます。2022年2月15日、イギリスの国防省が戦闘機用の戦車について日本と共同での研究を行うことに合意したと発表し、久々に日本の航空自衛隊の次期戦闘機開発に類する具体的な動きが報じられることとなったように思える。このイギリスと日本との戦闘機用の戦車に関する共同研究は2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定であり、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人であるレオナルド UK がその舞台となる模様だ。レオナルド社はイタリアを、そしてヨーロッパを代表する軍需企業の一つであり、その地で一応の共同開発で生み出されたユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発も担っており、今回の運びとなったといえる。こうしたヨーロッパでの協業作業の経験と経緯から、戦闘機用戦車類について先進の技術を有するレオナルド社、そしてそのイギリス現地広報人たるレオナルド UK 社が選択されたと言えそうだが、日本からすれば新展開だろう。今回のこの共同研究は、ジャガー、ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド、RF、システムと呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF 戦車技術は、非常に高度な索敵、能力を実現するという。レオナルド UK 社によれば、その新型戦車は、従来のものに比して、1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であり、これまでにないほどの速度での敵の検出を行う能力を発揮するものだと説明されている。さて、日本の航空自衛隊の次期戦闘機開発だが、今回のレオナルド UK 社との戦車類と同様に、イギリスのロールス・ロイス社との機関部の共同研究や開発が進められることとなっており、海外勢との連携強化が行われている。今後は技術支援を仰ぐアメリカのロッキード・マーチン社との正式な合意と契約締結が予測されると思われるが、当初よりアメリカ企業からの技術支援は必須と見られているだけに、こちらの進捗も気になる部分である。少しこれまでの日本の次世代戦闘機開発の流れと方向性を振り返ってみれば、現行の F2 戦闘機が退役を開始するであろう2035年前後での導入を目指し、その代替機とする戦闘機をいかに調達するのかという点からスタートした。次世代戦闘機は、1、日本が独自に仕様を定め、完全に自国内での単独開発を行うのか、に同様に戦闘機を欲している他国との共同開発を行うのか、3すでに他国で開発された戦闘機に改良を施すのか、という3つの方向性があった。2022年2月の現時点までの状況から考えてみると、3の線は選択肢から除外されているものの、1と2の折衷案で進んでいると捉えることもできるといえ、この方向での具体化が今まさに進められている最中だと思える。すでに3年以上が経過しているが、2018年12月18日に時の内閣が閣議で決定した方向性は、国外の関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであり、自国主導の方針を強固に打ち出したものだった。
実際に兵器を運用する自衛隊サイドから考えても、日本の国情に適した使用を追求可能な国産化は、理にかなった選択と言えそうなのだが、これに、費用面、つまり、経済的な合理性までを加味すると、その実現の困難さが高まってくる。日本の航空自衛隊でも、導入を進めている、アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機タル F-35 ライトニングには、すでに、開発費の総額は、6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すれば、もっと増える。ことに、いわゆる第5世代戦闘機で、顕著となったのは、機体単機の製造コストに止まらず、両機や友軍の他の戦力との、膨大なデータリンクを実現して搭載する兵装を駆使する、いわば、ウェポンキャリアと戦闘機が化していることも無視できない。こうした新たな戦闘機の使用に向けた概念に対して、それを日本が独自に世界的に見ても遜色のないレベルで開発することは至難の業だと思われ、その視点こそがロッキード・マーチン社を技術支援先に挙げている最大の理由だろう。近年の世界的な戦闘機の運用は徐々に数を増加させている第5世代戦闘機の存在はありつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を施し、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命されている状態にある。これは実際の戦闘や戦争に戦闘機が投入される状況がかなり減少し、高価な戦闘機を物理的な寿命を伸ばすことで対応可能としている、ある種好ましい事態とも言えるものであり、およそ半世紀にも達する機体も中には出てきている。それは非常に稀な例だとしても、およそ30年前後は現在の戦闘機は使用されることを前提としてきたこともあり、日本でも今後の次世代戦闘機を同様のスパンで開発、運用する意図を持ってその計画に着手していると思われる。ただし、アメリカ空軍が現行の最初にして、最強の第5世代戦闘機であるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターの代替機と位置づけている NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスは、これを覆すコンセプトだとも予期されている。アメリカ空軍の次世代戦闘機たる NGAD は、従来の長期にわたる戦闘機のアップデート対応を中止し、およそ8年単位で新型機を投入しながら、常に機体を最新の状況に保つことでトータルでのコストを低減させるように企図されているとみられる。こうした戦闘機の矢継ぎ、ぎばやな投入はかつての1950年代にアメリカ軍が行った同様の計画になぞらえてデジタルセンチュリー計画とも呼ばれており、すでにその試作機は飛行を終えていると明かされて現在に至っている。このアメリカ空軍の NGAD についての情報は、ここ最近の戦闘機開発のトレンドを180度転換する可能性があるが、機体そのものや製造した企業等については、何も公にされておらず、現時点では近々に実現されるのかにも疑義はある状態だ。個人的には、現行の F-35 ライトニング2で、西側の最新の戦闘機市場を一手に握っている、ロッキード・マーチン社の関与は、間違いないのではないかと思えるのだが、続報が全くと言って良いほどにない現在、実用化は、未だ先の話なのだろう。2021年6月に、アメリカ空軍のブラウン参謀総長は、現行の F-22 ラプターを代替する NGAD には、同機をはるかに凌駕する航続距離と、兵装の搭載量を実現すると述べており、高まる中国軍との対峙を、
視野に広い太平洋での作戦行動を念頭に置いているようだ。そのため、NGAD は、より多くの燃料を積載し、かつ、より多くの兵装を、胴体内のウェポンウェイに収容するため、かなり大型な総発機となり、現行の戦闘爆撃機を、さらに高機能とした機体となる、可能性が高いのではないかと推察される。日本の次世代戦闘機は、今年2022年度より、本格的な設計に着手するスケジュールとなっているが、こうしたアメリカ空軍の NGAD 等のあり方が、どのような影響を及ぼすのかにも留意して、今後の続報を待ちたいと思う。